中国建設銀行は中華人民共和国の国有商業銀行の一つであり中国銀行、中国交渉銀行、中国農業銀行とともに中国の四大商業銀行とされる。また香港での金融最大手の八行五歩の一行とされる。1954年の設立から現在までに社会インフラに対する長期的な融資に強みを持つ銀行から 様々なニーズに対応できる本格的な総合金融機関となった。国内に38の分校と2万1000余の支店も ATM1 万台余りを展開し、公員27万人、総資産規模は230兆1億人民元に達する。創業は北京市西に関路金融大外の中国建設銀行ビルに所在する。このビルは地上22階、地下3階、 高さ100メートルで1998年に完成した。中国建設銀行の総資産は240兆1億人民元で中国第2位の地位を有している。2005年には中国建設銀行は香港で株式上場し、2009年の自家総額ランキングで世界第2位となった。 また、2015年のフォーブスの世界の有力企業2000社ランキングで世界有力企業の第2位にもなった。中国建設銀行 CCB China Construction Bank、ルクセンブルグ銀聯カードとの取引もある。1954年10月1日、国家の基本建設資金を効率的に管理するため、中国人民建設銀行として創設された。 1980年代中頃から改革開放政策により、個人貯蓄や住宅貸付、企業貸付、国際金融業務などにも進出。1994年には金融改革の一環として、政策金融分野は財務部と国家開発銀行に移管し、商業金融に特化した。1996年3月26日、 中国人民建設銀行は、現行の中国建設銀行と解消した。2005年10月27日、中国の4大国有銀行として初めて、香港証券取引所に上場した。ありがとうございます。